そう、僕とトキはついに結婚する。今日から一生、僕はトキを愛し守り抜いてみせる。何時は健やかなる時も病める時も、喜びの時も悲しき時も、共に歩み他の者によらず、死が二人を分かつまで愛し合うことを誓いますか。誓いません。ああ誓います。ですよね。誓いますか。誓います。では誓いのキスを。なんだ。危ない。なんで。誓っただろう。まで男らしい死に方、なかなかありませんよね。僕は今 100% かっこよく、そして間違いなくモテる。余計なことを。え、私ならば一瞬だというの。え、何トキ、僕の知っている君はそんな夫を尻に敷くどころじゃ済まなそうな人じゃ。君は一体。初めから私に任せていればな。人っ。よくそんなこと、一生懸命守ってくれたのに。いつも時っぽい。うろたえるな。だから君誰。運命は変えられるはずだ。私たちの力を使えばな。力。過去へ行くのね。ドレイク、うち帰るよ。いや、ドレイクも僕のこと構ってくれても。ドレイク置いてっちゃうよ。てか、そもそもドレイクは。うわー、僕が。なんじゃこりゃー。もう帰っちゃうからね。ちょっと待って。
のゲ今は私が頑張らなきゃ。こんな時代の彼には防ぎようがないんだから。僕のことは元の時間に置いてきたと思ってるみたいだが。
ど私の実家よりは大層質素ですけれど。みんな今初めてこの新居を見たっていうことだな。あら、妖精さんも来ているのですね。だから妖精いないし。あのね、みんなに相談があるんだけど。なになに？何でも言ってください。ハイクラスじみたお悩みなら私お答えできるかもしれなくてよ。ありがとう。実はね、たまたま会った占い師に言われたの。私の結婚式が黒ずくめの集団に襲撃されて犠牲者が出るって。それでね、そういうことをしそうな人たちのこととか悪い噂とか何か知ってたら聞きたいと思って。私が属するハイクラス社交界では全く。私聞いたことあるかも。え？暗殺を請け負うアサシンギルドじゃないかな。アサシンギルド、暗殺者の集団だな。騎士団で聞いたことはあるけど。そんな怖そうな方々がいるんですの。うん、カムザの裏通りにたまに来てるらしいよ。じゃあまずは裏通りに行ってみようかな。絶対危ないです。近寄らない方がいいですわよね。そうなの？私やっぱり世間知らずなのかな。それは仕方ありませんが、王女はあまり外に出られないのですもの。外に出るようになったの最近だもんね。行くなら私が案内してあげようか？ちょっとエンダ、あんた何言ってるんですの？王女を連れて行くなんてとんでもございませんわ。エンダ、連れてって。私どうしても自分で確かめたいの。エンダちゃん、裏通りに詳しいんですか？うん、たまーに行くんだ。怖いけどドキドキしてちょっと楽しいから。怖いもの見たさですわね。どうしても行かれるならくれぐれも気をつけてくださいね。やっぱり襲撃を企んでるのね。どうしてそれを。結婚式は絶対に襲わせない。やめないなら力ずくつくでだって止めるから。やってみればいい。私だって負けないはずだ。やった。あんた本気じゃないの。逃がし、あんたの出番よ。次はワイが相手っす。逃げるなら今のうちっすよ。それはこっちのセリフ。ワイはミガージ。もうお腹ペコペコっす。さっさと片付けた。そう簡単に。やったー！やったね、トキ！ん？あれ？待たせたな。トキ、結婚式の時みたいになってる。ひどいわ！ワイらこんなにか弱いのにす！命があるだけありがたいと思え。
お前たち何の余興だ。ボス、結婚式襲撃、お前の計画か。なぜそれを知っている。
悪くない。息の根を止めてやる。待って、本物のアサシンギルドのことを教えるから。